ヨーロッパ、イギリス、今回はイングランドの首都ロンドンの映像をお伝えする。今回からしばらくサッカーの映像が多いです。はい、ロンドンに向かいます。第50カ国目イングランドの前に、イングランドについて少々。人口5600万人、英語でイングランド。小学校の地理で習って意外と忘れている人も多いけど、イングランドはスコットランド、ウェールズ、北アイルランドとともにグレートブリテン及び北アイルランド連合王国、通称イギリスの構成国の一つ。その中でもイングランドはイギリスの人口の 83%、 面積はグレートブリテン島の3分の2なので、イギリスの中心はイングランドと言っても過言でなく、首都ロンドンはニューヨーク、パリ、東京と並ぶ世界を代表する大都市です。天気が悪くて有名ですが、実は年間雨量は東京の半分程度。でも日本みたいに年間を通して一定期間で雨がドカッと降るんじゃなくて、晴れてたのに急に曇ってちょっと雨降って止むみたいに、はっきりしない天気の日が多く、イギリスは天気が悪くてどんよりしているというイメージはあながち間違ってはいません。サッカーとラグビー発祥の地なわけですが、実はもともとは同じフットボールというボールを相手のゴールに入れるという一つの競技でした。地域によって手を使ってよかったりダメだったりと、日本でいうところの大貧民みたいな地域ルールがあって、ある時ルールを統一しようとなりました。そして手を使っていいラグビーフットボールと、手を使っちゃいけないアソシエーションフットボールってのができました。アソシエーションフットボールの方は、名前の中から SOC を抜いて ER をつけて、サッカーという単語でも呼ばれるようになりました。それらは互いに発展していき、サッカーとラグビーになりました。ちなみにフットボールはアメリカにも渡って独自ルールに発展しました。それがアメリカンフットボール。FIFA ランキング4位です。おはようございます。おはようございます。ここです。30分の電車が2000円です。はい、ロンドンに行きました。つってもここはロンドンの郊外です。限定版です。限定版のなんか鉄道カードをゲットしました。こんなのだって中東で1個30円ぐらいだったな。物価中東での3倍、4倍とかそんな感じ。ウッテラ2だね、300円。でも 400g で300円だったらそんなに変わんないかな。ビッグマックがセットで650円、700円弱ぐらいかなっていうところですね。まあそこまでアホみたいに高いってわけじゃないよね、本当に。うん、なんかロンドンって感じ、これが。なんかね、人種のサラダボール化ですね、ここは。まさにそういうエリアなのかもしれないですけど、ウェストハムです。はい、バッキンガム宮殿にやってきました。めちゃくちゃ人がいます。こんな感じです。何の変哲もない建物でございますね。イギリスの旗がいっぱいということで、ロンドンの真ん中の方にやってまいりました。ロンドンブリッジです。あ、あれじゃない、ハの字のやつ。はい、なんかあれがロンドンブリッジだと思ってたんですけど、今僕がいるのはロンドンブリッジです。あれは一体何ブリッジなんでしょう。三越がありました。日本橋ミラノロンドン、在英日本人向けのフリーペーパーなんかがあります。ピカデリースクエア、ピカデリーサーカスというところです。劇場やら何やらやたらいっぱいあって、まあ、ちっちゃいタイムズスクエアみたいな感じですかね。今川沿いをビッグベンに向けて歩いております。寒い。おしゃれだね、ここは。おしゃれなのか分かんないけど、あれなんかあれじゃない、レポーターじゃない、ね、BBC かな。すごいね、でもまだ完成してないけど、ダーティービーチ .tv。 そしてまた BBC がいますね。物価が高いです。そして天気が悪いです。観覧車、やっぱね、ゲーセンはね、どう考えてもね、日本は世界一ですよ。レースゲームもなんか古臭いもんな。はい、ということでビッグベンに来ました。
地球防衛軍2しかもう思い浮かばないですね。いの一番に破壊してましたね。あのゲーム超忠実に再現されてんな。こっからね、あのロケットランチャーみたいなの打ち込むんだよね。はい、ここに来て初めて、おお、ロンドンに来たという気分になりました。ビッグベンだね、ビッグベン。いいね、この並木道。並木？これ並木なの？並木道ってどういう意味？ゴミが全然落ちてないですよ。すごい綺麗です、街中。はい、ここはトラファルガースクエア、ロンドンの真ん中ら辺ですね、おそらく。古いレアボックス、なんかいいですね。若者がたむろしてます。カタカナを発見しました。ベンです。はい、アプトンパークスタジアムにやってきました。今日はマンチェスターとウェストハムの試合です。おお、さあ、おお、プレミアです。プレミアリーグ。あ、痛い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 。じゃあマーボー気をつけてね。ありがとうね。連絡します。いってらっしゃい。次回はリバプールとマンチェスター。サッカーを見るためにアフリカを中断しヨーロッパに渡ってきたのですが、僕のこの選択は大当たりでした。次回、僕の人生に深く刻まれた一試合、お楽しみに。